政府は、中間からの入国制限の強化について今月末まで継続する予定である一方、終了日について予見は難しいとしている。NHK、また韓国の複数メディアによると韓官,官房長官は9日の会見で、入国制限の強化について、入国者総数を抑制し、水際対策の強化を図る目的と説明。 4月以降の対応について、状況が時々刻々と変化し、確定的な予見が困難である中、諸外国の状況や措置の影響などを様々な情報や知見にあて総合的に判断すると述べた。